はい、皆さんこんにちは、バルカロールでございます。夏ですね。暑いっすね、本当に。今日ももう気温はすでにね、9時50分で気温が30度でございます。暑くてやってらんねえよ暑くてやってらんねえよって言ってるのに、こんな暑いバイクに乗ってる私は何なんでしょうね。皆さんこの夏のお休みはどこかツーリング行かれるんでしょうか。まあ結構避暑地にね、長野県の避暑地とかね、それから北海道とかね、ああいったところにツーリング行きますよっていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ということで今回のお題なんですけれども、またそっち系かよって言われそうですが、私が今まで経験したもう二度とやるかと思ったツーリング、はい、こちらをお話ししようと思います。今テレビアニメで異世界おじさんやってるじゃないですか。あれがですね、もうネタがもうね、あまりにもドストライクすぎてしまいまして、もう面白くてしょうがないんですよね。あそこではね、セガサターン、セガサターンって言ってますけど、私のうちにはですね、まだまだ稼働するドリームキャストがありますいや、今日その話じゃないんですよ。私がかつて二度と行くかと思ったツーリングに関してですね。まあ以前もね、もう付き合うのをやめた迷惑ライダーっていうネタをお話ししたと思うんですけども、まあ基本的にあの人たちが関わってるツーリングでございます。で、まあ私が初心者の頃ですね、最初に置いてかれちゃったって言ったあのツーリングなんですけれども、まあそもそもどういうツーリングだったのかっていう話なんですけれども、あれはですね、下道でビーナスラインの近くまで行こうというね、その近くの温泉まで行こうじゃないかというクソみたいなツーリングだったんですよ。その時の集合時間がですね、まあ下道で行くんで結構時間かかるじゃないですかね。ビーナスラインまではそもそも中央道走ってって、私の家からですよ、スワインタまで200キロ回るわけですね。それをまあ下道でとことこ走ってですね行こうと、クソみたいなツーリングなんですけども、なので朝早いわけですよ、集合時間がね。で朝5時にですね、豊川に淡水魚専門の水族館があるんです。ギョギョランドってとこはね、ギョギョランドってとこあるんですよ。ギョギョランドってとこはね、そのギョギョランドの駐車場にですね、朝の5時に集合しようぜっていう話で、朝5時に集合っていうことは、私やっぱり結構時間早めに行く人なんですよ。10分ぐらい早めに行こうと思って、実際うちからですね、出て、ギョギョランドに着いた時にはもうね、4時40分ぐらいだったんですね。20分ぐらい早く私着いちゃいまして、でみんなが来るのを待ってたんですよ、私は ね待ってたんですけれども、全然一向にみんな集まってこないんですね。いや5時言うたやんっていう話なんですけどね、5時になっても一向に来ないと。いや5時言うたやんっていう話なんですけど、一向に来ないと。でその計画を立てたマッスリーダーのやつ、まあ、私の友人ですね、そやつがですね、やっと集合場所に来たのがですね、6時だったんですね。まあ、1時間遅刻してきやがったと。で他のメンバー、他にもですね、いろんなやつが来る予定だったんですけど、ちょっと郵便局に用事があるんで、先に郵便局で用事を済ませてまいります。ということで郵便局で用事が済みましたんでね、どこまで話したっけ、集合時間にね来ないっていう話ですよね。でマッスリーダーが来たのがやっとね6時1時間遅れと、で他のメンバーもですね、結局来る予定だったメンバーがですね、全員来ないんすね。全員来ないんすよ。で、あの人来ねえな、どうしたの、ちょっと電話してみてよ。マッスーリーダーがメンバーに一生懸命電話かけるんですよ。誰も出ないんすね。で、ようやっとメンバーのうち2人を残して、2人来ずに7時まで待って、7時まで待ったんですよね。もう私2時間待ちぼうけでございますよ。2時間ですよ。2時間待ち、もう思い出すだけで腹が立ってくるんで、ちょっと今日こんな口調なんですけども。2時間待たされてですね、結局メンバー全員集まんないんですね。でもう行くかってなった時にもう私置いてかれるっていうね、意味が分かんない話なんですけれども、
でようやっとですね途中の、151号152号を走っていくんですけども、ようやっと途中の道の駅でですね残り来なかった2人が合流するんですね、そいつらがですねなんもう全然連絡取れないとお前らいい加減にしろよとか思ってたんですけども、こいつらがですねもうあろうことか電話を忘れてきやがったんですね。もうふざけてやがるあのバカどももう電話を忘れてきやがって連絡が全くつかない。もうこいつらふざけんなっていう話なんですけど、でもようやっとですねもう途中の道の駅でそいつらと合流できたんですよね。もうどうやって合流したのか覚えがないけど合流したんですよもうそんなことだからもうねあの出発時刻が2時間も遅れてる挙句ですよ。そんな感じで人が集まんないもんだからちっとも進まないんですよね。愛知県からちっとも出れないんですよ。もうほんとねどうなってんだこいつらの頭の中の構造はと思ったんですけども、愛知からですね、その長野県の方に抜けていく、まあ、道を走っていくとですね、途中まあ、有名なあの鬼平っていう蕎麦屋があるんですね。でそこに到達した時にもうすでにですね12時なんです。昼の12時なんですよ。そこに愛知もろくに出れてないみたいな長野なのかなあそこは一応ね、多分もう長野に入ってると思うんですけども、もう全然 愛知からほとんど離れてないそういう状態でですね、でようやっとですよ、ようやっとですね昼飯にありついてですね、その時点でもう昼なんですよ。もうそっから走って日帰りでじゃあヴィーナスライン行って帰ってこれるかって言ったらねもう無理なんですよね本当に。おいてですよもうねちょっと本当思い出すだけでこれ腹立ってくるんで、もう今日口調がこんな感じなんですけど、でですね、まあ、そこからその遅れてきたバカどもがですね、じゃあ僕たちここで引かして帰りますね、じゃあねとか言ってね、そうしたらね遅れてきやがったくせに悪気もなくそこで帰りやがったんですね。もうねもう殺意しか覚えないもうほんとねそのツーリング思い出すだけで私殺意が湧いてくるんですよ。もうこいつらもうねジャーマンスープレックス買ったからも噛んじゃったけどもうカミカミ王子だけど今日ももう片っ端からそいつら全員にジャーマンスープレックスぶっかまして地面に伸びてるところにそいつらの バイクをですねジャーマンスープレックスで叩きつけてやりてえなってマジで思ったんすよね。もう今思い出すだけでも腹が立ってくるでですねこれがまだまだ終わりじゃないんですね。実はねようやっと夕方も3時ぐらいもう夕方になる頃ですよ、ね、3時頃にやっと飯田に到着したんですよ。飯田にね飯田までやっと来たんですよ。だけどもうね時刻は3時ですよ。でもうグルグルマップさんでですねグルグルマップさんまで調べたらですねその温泉まであとね2時間かかるんですね。で僕らですよ日帰りで帰る予定だったんでもうねそっから2時間かけて行ってねまた1日かけて帰ってもう朝になっちゃうじゃないですか。もうざけんなっていう話でもうこれ引き返そうぜってなったんですよね。で飯田で引き返したんですけどもうね心身ともにもうボロボロですよ。私なんかはこの長い下道また走って帰るのかよと思って、でもう目の前に飯田インターがあるんですね。飯田インターがでもう飯田インター乗って帰ろうぜっていう話になったんですけども、あろうことかですねメンバーの一人がレンタルバイクで来てたのはいいんですけど、当初はですねそういう事態も考えてですよ 250cc をそいつ予約してたはずなんですけど、なんでかわかんないけどそのバカ誰がですね当日になって 125cc に変更して 125cc のバイク乗ってきやがったんですよ。もう高速乗って帰れねえじゃんバカっていう、もう思い出すだけで腹立ってくるもうね私ボロボロっすよその時。でもうねこれ季節はもう11月なんですよ。11月になんでそんなツーリングやろうかと思ったのかっていう話なんですけども、11月でございますよ。もうね日が落ちるともうめっちゃ寒いっすね。でもうガチな峠道、真っ暗なガチな峠道、しかも長野から愛知の間ってもうコンビニもガススタもろくにないんですよ。もう休憩するところがないんです。もうおしっこ行きなくても行けない。でも寒い、もう寒くて寒くてしょうがない。ガタガタ震えながらですね、当時私まだ初心者だったもんですからもうろくな装備持ってないんですよね。寒くて寒くてしょうがない。もうガク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 しながらですよね、もう下道をですねひたすらぶっ飛ばしてほぼ休憩なしでぶっ飛ばして帰ってきてですね、やっと帰ってこれたなと思ったらもうねもう日付変わる頃でしたね。本当にもう思い出すだけでもツーリングは腹立ってくるんですよね。もうクソでしたね。はい、ということで
もう二度と行くかと思ったツーリングでした、はい。まあ、それ以来私はもうヴィーナスラインあっち方面行くときはですね、もう基本的には下道は使いません。もう二度とやりたくない、二度とやるかと思ったツーリングその1でございました。いやもうヒートアップしましたね、いきなりね。はい、じゃあその2、真冬の四国一周旅。はい、これもうね、もう二度とやるかと思いましたね。もうやるんだったら本当ね、5月ぐらいがいいっす。距離側のやつですね。正月早々一発目、四国一周して帰ってこようぜっていうツーリング企画をね、立てやがったやつがいるんですね。よし行こうぜみたいな感じのノリで行ったんですよ。でその時私 GGR1400 乗ってたんですけどね、まあ、ともかくね、走る距離がねめちゃ長いんですけど、何がどうって、もう正月なんでお店っていうお店がやってないんですね。だからまず何がどうってね、到着して困ったのは飯食うところがないんですよ。これがまず一番の問題で、もうあれも1月2日だったと思うんですけど、まだねお店全然やってないですよね。1月2日だいたい3日から開き始めるんですよ。だからもうね全くお店やってないんで、宿について何が困ったって、もう素泊まりの宿をそいつが予約しやがったもんですから飯食えないんですよ。で着いたところがですね、室戸岬のやつだったな。その宿の周辺に食い物屋が全くない挙句コンビニもやってないで、ようやっと見つけたコンビニ入ったらもう何でもないんですね。正月だから客入んない。私もコンビニでバイトしてた経験があるんでわかるんですけども、田舎のコンビニってね、正月って売れるの酒だけなんですよね。弁当とか食い物系ほとんど置いてないんです。食うもんがないんですよ。でもそんな感じですね。でようやっとまあどうもおにぎり2つみたいなね、なんとか食い物を見つけてですよ、なんとか夜飯にありつけたんですけども、まあそのお宿もね、もうカビ臭い宿でね、もうまあ安宿なんでしょうがないですけども、もう最悪でしたね1日目いきなり。で何が困ったってね、もう田舎すぎちゃって、四国田舎すぎちゃって、もうガソスタやってないんですよ。もう田舎のガソスタ全然開いてねえ正月っていう。朝いきなり何困ったってガソリンがないんですよ。海沿いの道をずっと、あここにか、あここガソスタあるねみたいな、行ったら休み、ここガソスタあるねって行ったら休み、この連打で全然ガソスタやってない。でようやっとですね、おばあちゃんが一人でやってるもうガソスタ見つけたんですね。おばあちゃんもうおめえ、そのおばあちゃんがね、もう天使に見えましたよ。もう天使でも女神様に見えましたね、おばあちゃんがね。もうおばあちゃんのほっぺにキスしてあげたいぐらいでしたよ、本当に。もう本当ね、もうそのおばあちゃんに感謝しかないんですけども、もうやばかったですね、あの GGR1400 ね。ほんと燃費悪いですからね。もういくらガソリンタンクより17リッターあるっつったってね、もうね、なんつったってもう 1400cc ですからね。もうね、そんなめちゃくちゃ走るわけじゃないんですよ。もうねもうおばあちゃんか、もうね、もう天使か女神かに見えましたね、本当にね。でも本当に優しいおばあちゃんでね、もうね、おばあちゃんありがとう。最終日、道後温泉に着いて、道後温泉のホテルですね、私なんか食あたりにかかりましてね、もう夜中腹下しちゃって、もう最悪な目にあったんですよ。もうお腹痛くて痛くて、もうね、最悪でしたね、もう。まあそりゃ別に誰が悪いわけでもないと思うんですけども。で、その最終日、もうその腹痛の状態ですね、雨降られて、びしょびしょの状態で、まあ帰ってくることになるんですけども。はい、今日ちょっとね、レッドバロンさんに来ました。ちょっとね。下駄にできるバイクを探してまして、レッドバロンさん来たんですけど、なんかね、店員さん皆さん忙しそうで、ね、全然接客してくれなかったんで、帰ります。ただちょっとね、気になるバイクがあったんでね、また見に来ようと思います。どこまで行ったっけ？そう、1月2日ね、全然もう飯にやりつけなかったっていう話ですよね。どこまで、道後温泉でもう腹下して、泣きながら雨に降られて、もう帰ってきたっていう話ですよね。でですよ。で、ここでね、またすげえ腹立つ話がありまして、帰りにですよ、新名阪だったかな、僕が走って帰ってこようとしてたんですけども、なんかね、新年早々事故とかがいたらしくてですね、しかもトンネルの中で、もうね、大渋滞ですよ。大渋滞なの、もう京都あたりから渋滞はまっちゃって、
てちっとも前進まない。で私も GGR1400 なんてでかいバイク乗ってるんで、もう正直すり抜けするのが怖いんで、もうすり抜けしなかったんですけど、そしたらね、あの一緒にいてたそいつがですね、そいつがね、あの迷惑ライダーで見てた、あのもうスマホの画面見ないやつなんですけど、そいつがですね、岐阜に住んでるんですけど、そいつがね、京都東インターだったかな、あの辺でもうほぼ通り過ぎる直前になって、俺ここで、下道走りで帰りますから、じゃあねとか言って、そいつ一人で置いていけやがったんですよ、インター。でも私も通り過ぎちゃってて、みたいな、おいもう渋滞してるところで置いてきぼりですよ、私は一人で、はぁって、いやお前マス通じゃねえのかよ。それがもうね、時刻がもう日も落ちちゃって、6時とか7時ぐらいなんですよね。みたいな感じで置いてかれた私は、もう泣く泣くしょうがないから渋滞にはまったままですね、もう必死こいて、あの滋賀県のですね、草津パーキングまで来たんです。あ、まあ、全然渋滞してるし、まあバイクなんでね、なんとか止めるところは確保できるんですけど、もうねパーキング内もうねいっぱいっすよ、もう車、もうね子供連れのね、もうファミリーばっかりぐーっと、もうごった返してんすよ。あぶね、今おっさん引っかと思ったもん。あぶね、皆さん気をつけてね、あれもね。アナス夢中になってるとこういうことなの。もうね、怒りがね、込み上げてくるんでこんな感じなんですけど。でね、その草津パーキング到着した時点で、もうね、9時頃なんですよ。夜9時、飯も食ってない。ね。で、その置いてきぼりにしたかったそのバカ野郎のツイッターのつぶやき見えたらですよ。その野郎がですね、岐阜のですよ。ね、20年層っていうバイク乗りばっかが集まってくるの、ラーメン、まあ以前私も紹介したあのラーメン屋です。あのラーメン屋で、もうね、飯食ってやがんすよ。もう怒りしかない、もうふざけんなって言いたい、もう鼻水出てきた怒りと悲しんで、もうそっから先まだ私渋滞してたもんですから、途中ですね、もう渋滞諦めて、もう下道私行ったんです。甲賀で降りたんですよ。甲賀土山インターだったかな。そっからね、下道どこ走って帰ってくるんですけども、もうね、三重の川越インターですね、川越インターに来た時点でもうね11時だったかな。飯も食ってないし、眠いし、もう意識朦朧するし、踏んだり蹴ったりでしたね、その時はね。で、なんとかですよ、そっから伊勢湾岸乗って、まあ、ネクスパンサー岡崎にね、到着するわけなんですけど、もうね、日付変わってんすよ。でも家帰ったらもう1時だとか2時だかね、記憶にないぐらいの時間になる。ほんと怒りが、ほんとあのバカタレのジャーマンスープレックスぶっかましてそこに、さらに追い打ちをかけて、そいつのバイクはそいつの上にジャーマンスープレックス叩きつけてやりたいですね。本当に。なんならエメラルドフロージョンでもいいよ。いろいろ最悪だったんですけど、で、もう結果的に何がどうってね、私の家から四国の外周を一周して帰ってくるとですよ、総走行距離がですね、1770キロだったんですよ。1770キロ4日かけて走ってきたんです。もうね、で、帰ってきても体痛いし、もう頭痛いし、腹は減ったし、眠いし、もう意識朦朧としろで、もうどういう風にその後過ごしたか全く覚えがないんですけれども、翌日ベッドから起きられませんでしたね。でも休み終わって、で2日後にですね、出勤なんです。出勤したはいいんですけど、1700キロもですね、セパハンのバイクに乗って走っちゃったおかげですよ、体がですね、この状態から動かない。このセパハンを運転してる乗車姿勢のきつい状態から、体を起こすことがねできなくなってるんですね。ずーっとこう、もうおじいちゃんみたいに腰曲がった状態でずーっと仕事するっていうね、その状態が1ヶ月続きました。もう全くね、普通の生活をするのがめちゃくちゃ大変でしたね。ということで、二度とやるかと思ったツーリング2つ目でございました。はい、まあ本当ね、これからね、今本当教習所予約いっぱいみたいで、なかなかねバイク免許取るのをね取得待ちの方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、そう考えてみるとね、これから初心者の方がねいっぱい出てこられると思うんですよね、路上にね。そういう時にね、ツーリングの計画はね、まあ今の自分のスキルとかね、自分の体力に見合った適正な距離数とツーリングをぜひともやっていただければなと、はい、本当そう思います。皆さんももうなんか疲れたな、もう喋ってるだけでね。皆さんもね、楽しいバイクライフをお過ごしください。はい、というわけでバイカロールでした。さよなら。